こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望の FF6 コラボが決定。果たしてどんなコラボになるのか解説。はい、もうすでにですね、過去のインタビューとかでナンバリングのコラボタイトルをやるよっていう話はあったんですけどね、まあ予想していた通りですね、やはりナンバリングコラボ来ました。 FFRK のコラボも決まってるんだけど、まだ監修してる途中だっていう話だったんで、まあまだ先になるかなとは思ってたんですが、 FF6 コラボでしたね。多分この後かな、 FF6 終わった後、来年頃におそらく FFRK コラボが来ると思うんですが、まあ、FFRK コラボを楽しみにしていた方もですね、まあ、ひとまずは11月 FF6 コラボを楽しんでいきましょうということですね。ただ一応今回公式でね、発表というか本当にただバルガリマンダの写真だけだったんで、あ、もう言っちゃったけど、そう、このね、謎の写真スクショがまあ発表されたんですけど、これが FF6 とかやってない方とか忘れてる方もいると思うんで、まあ言っておくと、氷漬けの幻獣バルガリマンダなんだよね、まんま。こんな立体的というか、今までドットでしか見たことなかったけど、普通に今のこの 3D に起こすとこんな感じなんだなっていう、バルガリマンダですね。はい、で多分ね、コラボキャラについてはF9 コラボとか、それからモンハンコラボとか、あと F7 リバースコラボのことを考えると、多分まあクラウドは絶対固定だと思うんですよ。間違いなく看板ですから。何のゲームやってるのかって言われたら、クラウドのゲームをやってるわけだから、僕たちは確実にクラウドは来るでしょうし、あとね、残り3人来ると思うんです。ガチャ2つあって2人ずつ出てくると思うんで、4人なんですよ。って考えると、まあ今までのね、 FF9 の物差しで言えばティファ、エアリス、セフィロスっていう流れになると思うんです。まあやっぱこの辺、この4人は一番濃厚じゃないかな、一番可能性としては高いと思う。ただ、先月というか、まあ、今月か、まだ今月はあのアンジールはね、実装されたばかりということもあって、アンジールが入ってくる可能性もある。一応ね。でモンハンコラボの時はセフィロスがいなくてザックスが入ったっていうこともあったんで、ワンチャンセフィロスとか、まあ誰かが抜ける可能性もあるよね。ティファが抜けるとかっていうこともありえるし、エアリスが抜けるってこともあるだろうから、そう、そこにね、抜けた枠にアンジールぶっ込んでくる可能性も全然あるんだよねっていうところが怖い。ただ一応僕が一番濃厚だと思ってるこのクラウド、ティファ、エアリス、セフィロスだったら、まあどのキャラ、どのウェアが割り当てられるだろうなっていうところで予想していくと、多分まあクラウドはロックだよね、多分。まあ間違いなくロックだと思う。僕の、まあ、FF6 のコンセプトとして、出てくる仲間キャラ全部が主人公っていう、まあ特別なんかこう主人公が固定でいるわけじゃないというか、全キャラ主人公扱いのコンセプトではあるけど、多分僕の中ではね、 FF6 の主人公ってロックだと思ってたから結構なんか近年のなんかディシディアとか、まあいろんなゲーム見ると、なんか6だとなんかティファじゃない、ティナがね名前似てるからちょっと間違っちゃったけど、ティナがね結構出張ってくることが多いというか、まあ6の物語自体ティナから始まるし、あのロゴもねティナなんですよね。パッケージもティナか、なんなら。まあだからティナが主人公感、まあ結構ある感じあるけど、まあだからロックとティナは多分出してくると思うんですよね、どのキャラかはともかく。で、まあ、クラウドがティナはないだろうという性別違うしね、ないだろうということで、まあクラウドはロックかなって思ってるんです。じゃあ仮にティファが実装されたらどうかというと、文句がいるんですよね。文句がいるから、で結局 FF9 コラボの時もその9のキャラでの文句、サラマンダーがティファの衣装に割り当てられたってこともあるから、普通に考えるとティファはマッシュなんだよね。ただね、マッシュだとただのタンクトップに、あのなんか太めのズボンっていうだけでしょ
可愛いかっていう、ちょっとティファかわいそうじゃないと思って。まあモンハンコラボの時のキリンはね結構優遇されたかなとは思うんだけど、サラマンダーに続きマッシュはちょっとかわいそうな気がするんだけど、まあとか言ってたら FF4 の時はねヤンが割り当てられちゃうんだけどヤンとかマジでやめてほしいんだよね。まあそう考えるとね、まあ個人的にはティファはマッシュじゃなくてセリスとかがいいなとは思ってるんだけど、まあ多分同じジョブで言ったらマッシュなんだよね。じゃあエアリスどうなるかって言ったら、ここはねまあ リルムかティナなんじゃないかなって思うんですよね。まあ黒魔導士とかね、リルムに関してはただの絵描きなんでピクトマンサーだから、ちょっとまあジョブも全然違うっちゃ違うんだけど、まあそのあくまでリルムモデルとかティナモデルって感じで出してくれるのかなっていうところだね。エアリスはまあそうだね、この2人かなって思う。じゃあセフィロス誰になるのっていうと、セフィロスは多分ねラスボス来ると思うんですよ。大体クラウドが主人公でセフィロスが多分ラスボス衣装で来ると思うんです。 FF9 の時もクジャだったよねって考えると、セフィロスはケフカになるんだけど、ケフカのあの衣装をセフィロス着るかって感じなんだよねキャラ的に考えると全く着そうにないんだけど、真逆だからね、まあ着そうにないんだけど、ただじゃあケフカじゃなかったら誰になるのって思うとセッツァーかな。雰囲気的に考えるとね、銀髪だし色もね、まあ紫で結構暗めだし、黒紫貴重だしみたいなところで、まあセッツァーかな雰囲気で言えばね。ただまあ今までの流れで言うと多分ケフカかなと思うんだけど、どっちでも面白いけどね。ケフカはケフカで全然面白いし、雰囲気的にはセッツァーが合ってるしって感じだね。まああくまで今言ってるのは全部何の根拠もない僕の予想でしかないので、外れたらごめんだし、さっきも言った通りアンジールとか、まあ別キャラも全然入ってくる可能性があるので、そこは分かりません。マジでだってこのバルガリマンダの一枚絵だけで今これ全部話してるからねであとですね、気になる属性だよね。どんな属性のガチャが実装されるんだろうというとこなんですけど、 FF6 の原作的に考えると、特にそのキャラによっての属性ってないシリーズなんだよね。なんか幻獣とか魔法とかっていうのも装備したらまあ覚えられるみたいな感じだったので特にないです。ただ一応ですね、バルガリマンダの原作の弱点がね、炎弱点なんですよね。炎しか通らないみたいな感じだったんで、さらにロックがまあ属性持ってるわけではないんだけど、幻獣フェニックスと結構縁深い、ストーリー的に縁深いこともあって、クラウドはね炎属性来る可能性あるんだけど、ただクラウドってすでに炎物理の武器があるんだよね。空切り筆がすでにあるんで、空切り筆の完全上位互換になっちゃうのか、あるいはあのセフィロスのなんだっけ、あの精霊塔みたいな感じで、あとグレンのスレイトゥレイみたいな感じ、ストリームグレイブを補佐するための武器、炎バフ系のやつが来るのか。まあ今まで意外とね完全上位互換の武器って出てこなかったんで、ガチャ武器でね同じキャラでのね完全上位互換ってなかったから、まあバフとかデバフはあるにしても、これが仮に空切り筆の完全上位互換だったら結構1周年にしてついにという感じがあるんですけど、どうなんでしょうね。まあ全く関係ない属性もある。これあくまでバルガリマンダがエバクラに実装されたらまたね話は変わってくるだろうから、そういったこともあると思う。ただ一応バルガリマンダの攻撃がトライディザスターで、炎と氷と雷属性の攻撃使ってくんだよね確か、そうみたいなところなので、まあどうなるかわかんない。ただ最近実装されてないというか、まだエバクラで属性の層が薄いところで言うと風魔法と土物理だね。この辺がちょっと怪しくなってくるんですけど、アンジールの既存武器でも土物理の
武器が実装されているので、多分次の11月のランキングイベントだとおそらく土物理が弱点で、多分そのタイミングで土物理のガチャが来るんじゃないかなと言ったので、まあでも前半と後半で違う可能性もあるからね。前半が炎属性、後半が土属性っていう可能性も全然あるから、うん、まあその両方かもしんないなって思ってるんだけど、まあ果たしてどうだろうね。これも完全にただの推測でしかないので全くわかりません。まあいずれにしてもですね、また11月は1ヶ月間限定ガチャタイムが始まってくるので、とにかくライムのね新ガチャ武器性能評価動画を待ってね、みんなそれを見てから決めても遅くないからね。あと一応あれだね、今までのコラボを見ると無属性系のものが多かったっていうのがあるかな。はい、まあこの動画の出た内容についてはバルガリマンダの写真以外は全部僕の想像でしかないので、まあ半分、話半分で聞いてほしいなと思います。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜ、ぜひチャンネル登録、そして高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。